ここから白で13キロだと思った。花町は軽く行くから。花町まで行く、うん、マジか。なんでそんなに歩いてるんですか。なんかいろんな観光を回ってね。いつか行きたい観光。そう、全部アラブに行きたい。押し付けで行ってくれてるんだ。家に向こういないからダメなの。見てもらえないでしょ。普通のサラリーマンだとね、いや、喋ってていいですよ。もう終わり、うん、もう終わった、うん。ボラギノールです。ボラギノールボラギノールイディ・ナリサーとボラギノールズです。娘のジャージ着てる。なんでわかんの。有名ですね。柏の箱。娘がそもう学校終わったんで、くれた。くれた。娘のおさが。そんなわけでですね、ボラギノールズ30周年の。そうつけ。まあアニマリアで結成されたね、そうですよね。アニマリアが、今年で6年目。だから30年前ですから、それより24年前から活動してるという意味わかんない。、うん、ありがとうございます。たくさんの、ね、方々がまだ2席ぐらい空いてますけどね。3席ぐらい空いてますけどね、そろそろ始めたいと思います。それでは通常は、僕が外にいて入場するというパターンなんですが、ここではそれができないので、どうするか、まあ、このままやるしかないです。始めたら、はい、いつも通りのパターン、皆さんが聞き飽きているというぐらいの感じで曲をまずやってみましょうか。今日はこんなぐたぐたな感じでね。
ない。恥じられない。何しろね、曲数少ないからね。でもね、伸ばし伸ばし。みんなさ、ほら、いつも来てくれるお客さんじゃないですか。ネタもね、あ、違う男増した。もうなんか当て振り裏でとか早いんじゃないかな。僕一人しか知る。ど、ど、ど、おお、いいじゃん。どっていうのが分かんない。違う、どだっけ。違う、ど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 、だいぶ違う。あれまたまた変なあの半音とかなんだ。俺が違ってたりしてね。いやあの新馬ちゃんどうそう。あんただけで違うの。そうそう。あ違う違う。一フレット上。大丈夫？一フレット上。だめちゃった。だいぶ飲んだから。上じゃない、下。飲ませすぎちゃった。いや、そこで全部どう合わせたらダメでしょ。どうでしょう。あれはね、そうそう。なんか唐揚げの匂い。似てる、似てる。似てる、え、いくよ。似てる。ちゃんと弾こうと思ってます。
刑事もので来たというクソったれ、クソったれの次は刑事もので次は泥棒の歌ですね。意味わかんない意味わかんない ね、意味わかんない、ね、全く意味わかんない。ブルースブラザースからの、対応にもでしょ。西部警察じゃなくて、おお、そういうことか。一応繋がってる湾岸署じゃん。日の出、日の出署だったかな。日の出署じゃないし、新宿の7人の刑事。いや、地面75しか知らないですけど、地面75もやりましたね。これね、話全然違うけど、違うバンドかもしれない。全然違う話していいですか。はい、スマホを最近使ってるんですけど、そうね、ガラケーから。物によりますけど、物によりますシリっていうか、シリ次行きましょう。高木さんまだやめて。おかしくなっちゃってる。引っ張られてる。そんな今日ね、落ち着いたボラギの、ね、珍しいよね。僕は好きですよ、こういう感じのボラギの。静かにね。
かない夜浮かない夜も寒いですから、ね、外は今日ジャージで来たら寒かったなこの格好で来ましたからねこの男、この格好で自宅なのから来ましたからねジャージは風通しちゃうんだよねあなるほどねずいぶん高校生いやでも今日はこれが来たかった来たかったんですけどね3年間洗ってないらしい俺らの頃って大体膝っこ動画はないって言ってましたけどね、ジャージなんて俺のちっちゃい時はみんな女の子がちょうちん車だったあれちょうちん車私小学校ちょうちん車だったマジでねえなんかボラギノールのお客さんの年齢がちょっと分かってきた感じがしますけどね大丈夫おいここで盛り上がってんじゃねえよちょうちん車で盛り上がった提灯布嘛，ルパン三世が提灯布嘛。家族みたいなもんですよね。家族みたいな。肉親。
まあ、親戚ぐらいしてくださいね。親戚ぐらいしてくださいね。遠い親戚とかね。本当に。メンバー紹介します。決して笑わない女、新馬麻美。それではこれも家庭教師に似てる。どういう、どういう、なんかそんな感じでしょ。明日決して笑わないものを笑わない家庭教師に。でも家庭教師みたいなね、可愛いね。はい、これも、皆さんご存知の水戸黄門の歌でございますね。次は奉行ということで、奉行、泥棒の後は奉行。ああ、泥棒の奉行ね。奉行、奉行、公家。うん、これは大丈夫。公家、ほら、俺もたまには知ってるんですよ。たまたまですけど。行政から止められて、意味わかんない。行政から止められて、あなたはちょっとパスポート出せませんか。行政から行政から、みんなほぼ行政じゃない。半分行政だ。そんなに言われたら俺も本当やめる。パスポート止めるやめる、うん。そんな行政の水戸黄門様から。わかる。ああ人生涙曲を皆さん一緒に歌ってまいりましょう。これは俺ギター弾けないよ。浅川がいたって本当だけどね。浅川いないってこんなに辛いことだと思いませんし。他のメンバーも頑張ってる。今日はメンバー紹介は新馬しかしませんから。それでは見とこう。ああ人生。
これ初めて聞いた人いますか？初めてなのは？半分ぐらい。結構やってましたけどね、これね。本当にね、まあ本当にありがたいんですよ。毎回来てくれるのはありがたいんですけど、ネタが全部バレてしまうというね、このやりづらい状況みたいなね。というわけで、いろいろネタを変え、品を変え、次もブラキノールズの定番。今日ちょっとペース早いですか？早い、はい、このままだとあと30分ぐらいで終わっちゃう。休憩入った方がいいかも。じゃあこの曲でとりあえず休憩しましょう。定番曲、ブラキノールズで一番有名な曲じゃないですかね。多分ね。何だと思いますか？何だと思います？カリフォルニア。渋谷てっぺんね。違う？意外ともうあれみんな、なんかじゃあヒントはカウベル、カウベル、これね、もうあーってぐらいに聞かれてる曲でございますが、今日はちょっと長いのかな。あ、じゃあちょっと変えようか。イントロもやたら長いみたいな。みんなの意見が合えるかどうか、合えるかどうかわかんないけど、でも、まあ、あんたのバラちゃんとやろうと思います。本当に本当に。あ、そうか。どこに騙されるタイプ？どこに騙される？だいぶ騙されたでしょ。騙されるね、君はね。興味ちんちんって何？興味ちんちん？興味ちんちん？興味ちんちんかと思った。おーちんちん、おーちんちん、あのちん、どこ行った？そこまで振る人はあんまりいないって。じゃあ、最後のファーストセット最後の曲でいきたいと思います。ツイスト、あんたのバラード。
だからベースだから。お願いします。これ一応ボーカリスト。一応リーダー。リーダー。新鮮だったらこれでお願いします。でまた飽きたとか言われる。それでは最後ちゃんとやりたいと思います。あんたのバカ。というわけで休憩時間でございますので、タバコを吸うなりお酒を頼むなりね、してくださいませ。はい、第1部は終わりです。第2部また楽しみにしてくださいませ。よろしくお願いします。今一緒にいるじゃないですか。なんかマイク。
ちゃって、なっちゃって。シールド抜けましたよ。シールドが抜けたから終わったの。いきなり始まりましたが、それではメンバー紹介します。ちょっと噛みましたけど、メンバー紹介します。新マサミ以上、終わりかね、終わり、まあ、ちゃんと紹介しましょう。キーボードのね、新マサミですね、メンバーさんと呼んでね、柏の人、そしてベース、おじいちゃん、ジャージの名前あんだから、名前、ジャージのおじいちゃん、名前言った方がいいです。名前、じゃあ僕が先生になれば、漢字で、尿が漏れると書いて、カタカナで尿漏れ高い、よろしくお願いします。尿漏れ。そして、何て紹介するんですか。やめなくてもいいです。ラーメンとか、ラーメンとか、ラーメン、ラーメンマン、ラーメンマン、千葉のラーメンマンの、ラーメンマン、美味しいラーメンを福ちゃん作ってます。千葉の、千葉中央、どうだっけ、幸町、幸町ですね、幸町、千葉中央、幸町、何通りなんだっけ、14号に福ちゃんってやったら寄ってあげてください。美味しいですよ。京葉道路の通りですね、福ちゃん、松森秀夫、まっちゃんはもう寺石拓司とブルージーンズ30年やってますからね。で、それブルージーンズやってるかラーメン作ってるかどっちか。分かりやすい。そして、今日は CD なんかも、あ、そう置いてあったりして、CD ね、僕の CD ですけど、寺石さんも1曲入ってますからね。花毛に白髪が混じったらっていうアルバムですから、皆さん2000円で。花毛に白髪が混じったら、はい、もう終わりですね。はい、だいぶ混じった。あとですね、新馬ちゃんの、何ていうアルバムですか。ピンクブルーです。はい、花毛に白髪が混じらなかったなっていうアルバムですね。新馬ちゃんが書いたのって、新馬ちゃん書いたの、新馬ちゃんが書いたの、すごい。こちらはいくらですか。2000円、どっちとも2000円ですからね。うん、はい、高木さんもジャケットは高木さんが描いたんじゃないですか。値上がりしてる。あ、これ写真、絵だけは僕がこう、描いたんじゃないですか。指定してね。指定してね。はい。寺内さんも1曲だけ花毛の白髪混じったらを弾いてくれました、ただで。寺内さんをただで使ったのは多分僕だけです。おお。まあ、じゃあそうだよね。そうだね。はい。ぜひ2000円でよろしく。ね、2つ買うと特典で5000円なんですけど。あれ、なんかどっかの国みたいな。どっかの国ってどこよ。そういう売り方してた。ね、で、下のお店かもしれない。何さんの店にないですか。今日は1枚だけあります。見つけてきました。もういらない、もういらない、もういらない、何枚持ってきた。もういいもん、今度Apple Music とか言っちゃう。3枚ですか。3枚、新馬ちゃん3枚ですね。僕が5枚ですからね。で、奈良さんが1枚、はい、それしか、よろしくお願いします。当分、当分作る気はありませんので、皆さんぜひお買い物するよろしくお願いします。じゃあ、失礼しましょうか。マジで、さっき、ファーストステージでやるのを忘れた曲をやります。今日はね、大人の中になので、普段の同じとはちょっと違います。この辺は皆さん大人だから分かりますよね。だからこの雰囲気からしてね、分かりますよね。すごいリバウンドかかったの、お風呂みたいな。確かに。
これは次の曲はただ俺がやりたかったからやる曲です、この曲は何の曲だったかな、俺たちは天使だ、俺たちは天使だ、ベテンシじゃない、ベテンシ、まあほぼそんなもんほぼそんなもんですよね、ベテンシみたいな、はぁ、男たちのメロディーという曲をやりたいと思います。突然です。セカンドセットはやっぱりダンス系でね、いつもの踊る感じです。踊るやつ踊るやつですね、踊ってくれるかな、みんな踊ってくれるかな、ちゃんとだって踊ってくれるかな
Bye.
どうもありがとうございました。もう一人メンバーいたじゃん。もう一人。さあ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 、英語の曲がね続いてまいりますね。もう英語の曲が続いてまいりますよ。もうプルプルですからね、僕はね、帰国子女なんで。山形と千葉からの帰国子女なんで全然大丈夫です。俺熊本だよ、俺熊本。日本のダンスミュージック、日本ダンスミュージックからね。日本のダンスミュージックをやろうと思います。脱いちゃってると俺が脱いちゃう。脱いちゃう。脱いで何？もうやる気満々じゃないですか。ジャージでやれるか、もうおじいちゃんもやれる感じじゃないですか。やっちゃうから、ね、そのままいけちゃう感じじゃないですか。ゴキってなんないよね。ブギってなんないよね。お願いします。大人なブラインノールズ、日本のディスコミュージック行きたいと思います。あれ歌だよこれ。新しい朝が来た、頑張りましょう。頑張りましょう。もう終わりだけど。第2は？あのね、第2。第2？もう疲れちゃう。はい。やれちゃうから。やっちゃうから。でね、ここのマスターの阿部がね、あっちの角でね、ずっとこうしらーっとした感じ。こっちをね、お前ら何やって。
ってんだよ、いい年こいてみたいな顔してね。俺、明日、8時半に年金事務所に行って年金事務所に行って、そうなんですか、65だから、65だからね、年金もらえるんですよね、いいなぁ、なんでみんないいんだろう、まあ、俺は年金払ってないからもう全然もらえない、俺、耳だらが、耳だらが、でも一人で暮らしたら、ぎっくり腰になっちゃう、娘さんね、もう巣だったら、そう、巣だったら一人で一人で行くし、まあ勝手に二人になっちゃうかもね、まあ、ちょっと虫はやばいね、いいですね、そういう人生もいいですね、勝手に二人になりたい人生、大人の味、大人の味、大人が好きなんですけど、そう、本領発揮できるんですよ、去年の俺、僕のお歳暮バイアグラ来ましたから詰め合わせ詰め合わせで、ちゃんと使ったんですか、ちょっとね、試したけど、はい、いらないって、最近あんまりいけてなくて、チェッ、いけて白くなっちゃった、ほら、あと3つ持ってんだけど、それは俺行くと途中から来たんだけど、中国製の偽物だ、はい、偽物なの、金色はないだし、金色はないです、はい、2階です、俺もなんか偽物のままそうです、何も起きなかった、まあまあ、俺速攻出ちゃった。寝ちゃった。ムンガラ寝ちゃった。ムンガラ寝ちゃった。なんか若い感じが出てる。ダーシー諸君、バイオグラ飲んだことある人。じゃないの。まだいらないでしょ。じゅんちゃんは飲んじゃダメ。飲んじゃダメ。飲んじゃダメ。大変なことになっちゃうよ。強い。強い、爆発しちゃうの、強いぞ、ジメちゃんには飲んでほしくない、イメージ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 で喋ってダメ、純粋な、純粋な辻ちゃんでいてほしい、個人的な意見です、純粋なのとか言われてどう答えていいのか大丈夫なのかい、辻ちゃん結構えぐいよ、えぐいよ、すごいよ、じゃあちょっと後で話し合うじゃないか。なぜ辻ちゃん鼻が開いてるの？鼻が開いてる。鼻がもうあれムフムフムフってなっちゃった。最近鼻も動かないようになりましたね。鼻も動かない。動かないです。鼻なんて動かない。ピクピクしないです。何しろ体中ピクピクしないです。反応しなくなった。なかなか反応しないです。そういえば反応するな、朝からダメだな、お、若反応なんと、いや、至るところが至るところが、それなんかアトピーとかするんじゃないアレルギーとかじゃないっけ、足の指の先とかドキドキピクピクする、あ、それ糖尿ですよ糖尿ですか、病気ですか、病気ね、つま先、足の指の親指の先とかね、ズームとか糖尿とかね、あとね、背中のほら、みんなが心配する年代だから。お客さんもなんか経験がありそうや。人ばっかりだから。シャレで言ってんのにね。本気になっちゃって心配しちゃってね。私もそうなの。後で処方箋書いて。最近乳首が痛い。洗濯バサミの感じで。違う趣味だからね。じゃあ次の曲休憩しましょうか。ラストかな。え、何時今だ。今ね9時15分。じゃあ。じゃあ休憩とかいいじゃない。休憩しましょうか。休憩するには何か一曲やってから終わり。そうだね。喋ったままで休憩。じゃあ曲順変えちゃうか。ない、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 
今日みんなで飲みましょう。飲み会。ブラギノールと飲む会。そうそうそう。ごちそうさまです。ごちそうさまです。あれ最近聞いてやってる。聞いてやってる。はい。じゃあ休憩しましょう。え？どこで休憩なの？違うんだっけ？終わっちゃう。終わっちゃう。じゃあじゃあほら、あれやろうよ。最近のさ、映画で流行ってるなんだっけ？映画ね。え、あの映画？エベレガじゃないよ。アダルトじゃないよ。アダルト。それしか見ないもん。上野のロマンポール知らねえ。ダンチズマ怒りの鉄拳とかで。ないと思う。俺アメリカで中国のロマンポールのを中国語と字幕が英語で見たことあるよね。微妙だよ、微妙。あの字幕を見ない。桃色、あ、桃色だなんちゃって。あのほら今年流行ったやつ、あれちょっと歌ってみる。ダンチズマ、ダンチズマじゃなくて、あ、ボヘミアンね、ボヘミアンね、ボヘミアン、やってみる、やってみる、やっちゃおうかな。でもね、知ってる、みんなさん知ってますよね、みんな知ってるわけね。あれね、見たの？見てない、見た、いや、俺見たけど、泣いちゃうのね、泣いと、もうね、体震えて声が出ちゃうのね。うふふふふふふふみんなフリーズだよ、席が。まだ見てない。俺ファンでもなんでもないんで。サトちゃんもいいよ。だけど見た方が、見た方がいい。そうですね。見た方がいいと思う人。お前らそこで別の話した。今はーいってもう惰性で開けたみたいな感じじゃない。だから違う、トムも見てないから、トムとじゃあこの曲を聴いて見たくなると思う。アルバムの DVD もいっぱい持ってるけど、別に好きじゃない。そう言わないで、みんな言った方がいいから。ほとぼり冷めてから見る。スタート行くのかな。Thank you.
バスガス
言えてないわ。バスガスバスガス言えてない。バスガスバス。あ、じゃあ今の曲で休憩ですか。先生、先生、疲れちゃったんで、疲れちゃったんで休憩します。最後はじゃあ、はい、アンコールだけやっております。アンコールだけやっております。はい、じゃ あ, あのタバコタイムというお酒タイムにします。大人のボラギノールでした。タイムでした。メーテルが死んじゃった時は本当泣いた。え、メーテルって死んだの？死んでないけどね。死んでないよ、死んでないよ。メーテル、メーテルと結婚できんだったら俺はもう一生結婚できない。気持ち悪い。目の幅10センチぐらいあっかんね、片方。目の幅。俺にないものを求めた。ちゃんと起きててよ。ちゃんと目開けて。ちゃんと目開けて。ちゃんと見て。じゃあ。一曲あんの。
第4分、あれ3分4分もあるの？4分だから3分だから、いや、なんなら1曲ずつ休憩入れるよみんなのためを思って、ありがとうございます。今日は俺たちのワンマンだから分かってる君ら、いや、キモー、小雪じゃないわよ分かんないか、そろそろ僕のギタリストとしてのギタリストとしての腕を見せる、まあ、これもよくやってるやつなんで、まあ、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないし、ドラムやりだサンタナという人がいまして、昭和60年代ですかね。はい、昭和70年代じゃない。昭和じゃない。1970年ですよね。昭和64年ですか。64年。64年って昭和が、昭和64年。昭和は64年までしか。1月。びっくりした。俺生まれたのが64年だと思って。違うでしょ、あなた全然。1900ね。その時の曲なのかと思っちゃいました。違います、はい、来週のヨーロッパタイム事件大丈夫、わかんないっす、最初の待ってる、うん、だいぶ何回もやってますからね、これね、一回もうまくいったことない一回ももしかしてうまくいくかな今日は。最初の音なんだっけ、じゃあ淡い気合も、もう待ってる待ってる、こう押さえてくれ、大丈夫大丈夫、じゃあ来週のヨーロッパ、ヨーロッパ、ヨーロッパ、thank you.
最近気にしてんだろうな。ジャパンブルーだったら。ジャパンブルー。早くやれよ、本当に。
ほら、そこで携帯いじってんの。しんまちゃん最高。もういいもういいもう休んでいい休んでいいよ。しんまちゃん上手。休んでいいよもう。暇やもん。すみません。携帯いじってる。ボトルの今更です。しんまちゃんも酒飲んで。浅漬けで。おい。おい。まだやってる。あのベースでしょ。これでしょ。真面目なのま。松永ちゃんだけ。松永じゃないから。松森ちゃんだひどーい、ひどーい、酔っ払ってるね。じゃあみんなで行きますか。みんなでお願いしますよ。抹茶のカウントがないとね、始まらない。始まらない。俺なんかカウントがあったような気がするんだよね。あったの。元気なあの、元気なカウントで、元気なカウントで、静かに。ありがとうございました。コラギノールでございました。
今日急遽今日急遽言っちゃった。今日急遽やろうって決めたって。わかんないです。今日やろう、みんなで一緒にね踊れる曲をやろうと思って。踊れるの思ったんだけど、思ったんだけど、リクエストがいいかな。でも何でもできるんで僕ら。シーマちゃんがいれば。うん。何でもできる。ね。わからないような仕事。AKB。AKB。AKB ですけど。AKB。48だからね。手挙げてそうだね。そんな話はデレ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 。わかりました。AKB ですね。わかりました。じゃあ、スパイダースのバンバンバン。さあみんな踊ろうぜ。
ございました。